パリゴリンは4日、フェンシングの男子フルーレ団体戦が行われた。1回戦第2試合のフランス、中国戦で思わぬ出来事が発生。フランス選手の剣が中国選手の顔面に入り、試合がおよそ17分間中断した。レッドカードも提示され、場内は騒然。ただ2人は試合再開時に握手を交わし、試合後も両チームが健闘を称え合っていた。 40の30とフランスリードで迎えた時だった。バクアズ・サユイが圧力をかけ、エンゾ・ルフォールが1敗まで交代。ここでルフォールが右手を突き出したが、剣を握った拳がバク・シユイの顔面に入る形になってしまった。倒れ込んだバク・シユイは苦悶の表情を浮かべ、状態を確認されていた。ルフォールにはレッドカードが提示され、スコアは40の32となった。 ゆいも親指を立て、再開できることをアピールしたようだったが、競技が長引いておよそ17分後に再会。ルフォールとバクシユゆいは握手を交わしていた。試合終了後も2人は抱擁し、肩を叩き合った。両チームのメンバーもそれぞれタッチを交わし、爽やかに試合を終えていた。